現在全世界にはネットワークに接続できるセンサーデバイスが1000億あると言われていますけども、実際にデータを送ることができるものはそのうちの数パーセントしかありません。しかもそこから得られた数百億のデータというものを処理できる基盤というものがありません。それも数分以内に処理できる基盤というのがありません。今回は数百億のデータをきっちり集めることができて、それを数分以内で処理することができる超ビッグデータプラットフォームというものを開発いたします。そしてこの超ビッグデータプラットフォームを用いて、医療ものづくりの中に存在する社会的な課題を解決しようとしています。医療においては公的な医療ビッグデータおよび生態情報をすべてこのプラットフォームに集約させて、そこで処理をすることによって予見選手の医療サービス、医療費削減を目指していきます。またものづくりにおきましても、仙台規模の工場内制御機器からの情報をこの超ビッグデータプラットフォームに集め、サイバー攻撃の検出および復旧を行うことによって生産性および利益向上を後押ししていきます。本プロジェクトにおきましては、まず超ビッグデータプラットフォームというものを構築しました。この超ビッグデータプラットフォームでは、だいたい数十キロの範囲に存在する数千のセンサーデバイスからの情報をビッグデータ処理エンジンの方に伝送することができます。そしてこの超ビッグデータ処理エンジンにおいては、今までのハードディスクの約10万倍の高速のスピードで処理ができる処理エンジンというものを構築いたしました。この処理エンジンを用いることによって、数百億件の超ビッグデータを数分で処理することができます。そしてこの超ビッグデータ処理エンジンを用いて、医療系に利用できるアプリケーションを開発いたしました。このアプリケーションにおきましては、公的な医療ビッグデータ、例えば全国のレセプトデータ等の情報をすべて収集することができます。その数は約最大で2600億あります。この数千億のデータを処理することによって、患者様の時系列データベースを構築する機能があります。この構築する機能を用いて、現状の医療の提供体制の現状と課題、そして背景における病態の連鎖モデル、そして予後と医療費の予測モデル等を実際にシミュレーションすることができます。さらに生態系のセンサーデータをすべてこの超ビッグデータプラットフォームに収集することによって、患者様のリアルタイムの時系列の情報が分かりますので、この情報を用いて次に大きな病気をしないかどうかということを、循環器に関する病気に関してのリスクが起きないかどうかのシミュレーションが起きるシステムを構築することができました。そして最後にものづくり、ものづくりに関しましては、工場内に存在する数千台の制御機器からの情報をプラットフォームに収集して、実際この数千台の制御情報の中に存在するウイルスを全て検出できる、そして検出した結果きっちりと復帰ができるような、そういう実際にリアルタイムで利用できるシステムの構築を行うことができました。超ビッグデータソーシャルドライバープロジェクトにおきましては、広域に分散する多数のデバイスからの大量の情報を収集するために、数キロメートルの範囲で情報収集する Y3 システムと、これらのエリア間を数キロメートル単位で中継を用いながら、最大数十キロメートルまで広域で接続する Y-RAN システムからなる IoT ネットワークを開発しました。今後標準化及び商用化を進めてまいります。最近クラウドと呼ばれるコンピューターシステムが広く利用されるようになってまいりましたが、このプロジェクトではクラウド上で必要に応じてコンピューターの資源を自在に増やしたり減らしたりすることができるような、そのような超ビッグデータ処理エンジンというものを開発いたしました。
またこのエンジンを使いヘルスケアのチームと連携いたしまして、医療ビッグデータの解析基盤を構築し、作るだけではなくいろいろな実際の課題に適用を進めてまいりました。このようにソサエティ 5.0 を実現する大きな一歩を踏み出すことができたと考えております。私たちは個々の患者さんから患者さんの集団、地域の医療、全国の医療制度などさまざまな医療に関するデータを連結し、時系列化し、さらにそれをもとにして予測したり、あるいは社会の動きを可視化する、またこれを医療制度に反映するようなデータを集める仕組み、さらにそれをもとにして将来を予測する、それが社会実装できるようなそうした仕組みを作ってまいりました。人間の健康とか医療のシステム、非常に大きく変化いたします。そうした社会に役に立つような仕組みとして我々はこのプロジェクトを利用させていただきました。この度私どもはファクトリーセキュリティという技術を担当いたしました。ファクトリー、工場ですけれども、未来の工場はいろんな工場がいろんなところでいろんなものを作りながらマスカスタム生産をするというふうに変わってまいります。そうするとその工場を守る技術にも新しい技術が必要になりまして、私どもはサイバーフィジカル型の攻撃検知技術というものを新たに開発いたしました。今後はですね、この技術をいろんなところに情報を発信したり、あるいは社会実装しながらソサエティ 5.0 の中で明るい社会の実現に貢献してまいりたいと考えております。今後の展望ですが、超ビッグデータ創出ドライバーに関しましては、すでに Y3 および Y-LAN に関しては標準化が終了していますので、この標準を利用した製品開発をますます加速させていきたいと考えています。特にソサエティ 5.0 が目標としているアプリケーションすべてに対応するように製品開発を行っていきたいと考えています。超ビッグデータ処理エンジンにおきましては、今回製品化が一部始まっていますので、これをますます加速させていきたいと考えています。特に個人情報を高速で匿名化したい場合、および地方自治体の医療ビッグデータを高速に処理をして施策利用をするアプリケーションをますます加速させていきたいと考えています。さらにリアルタイムで実際に生体情報を収集して病気のリスクをシミュレーションするシミュレーターに関しては、ますます臨床応用を加速して、このリスクのシミュレーション結果をますます高いものにしていきたいと考えています。最後にものづくりですけれども、今回開発したシステムをベースに実際に商用化をするとともに、国際的な標準化を行いたいと考えています。特に欧米関係と連携をしながら、このシステムを世界的な展開を行いたいと考えています。総括としましては、今回の超ビッグデータプラットフォームを用いることによりまして、もともと内閣府が想定しているソサエティ 5.0 に対応できるシステムというものは全て開発することができましたので、このソサエティ 5.0 を実際に目に見える形で世の中に展開できる活動というものをますます加速させていきたいと考えています。